から約1時間ほどですけれども、こちらの場所をお借りいたしまして、私たちの訴えのアピール行動をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。私たちは誰なのか、そして何をアピールしようとしているのかを簡単にお話しさせてください。私たちは今日2つの団体が共催共同で始めています。一つは安保関連法に反対するママの会アット千葉、もう一つはどこの空にもオスプレイはいらないアット船橋、どちらも日頃から平和を守ろうというそういう活動をこの地元の千葉県や船橋市で行っているそういう団体です。で今回今日やる趣旨ですけれども、こちらの後ろの横断幕を見ていただくと分かるんですが、日米合同訓練に抗議します、そのように書いてあります。日米の日は日本の自衛隊です。米はアメリカ軍です。自衛隊とアメリカ軍が共同で軍事訓練を日本の各地で本当に頻繁に行っています。で日本の各地で行っている一つ一つ、私たちは日本とアメリカ軍が訓練をするのはやめてくれと言いたいのですが、やはり日本は広いですから全てに抗議をしに行くわけにはまいりません。で今回あさって火曜日18日から木曜日20日まで、5月18、19、20日の3日間奈良市の演習場、ここからバスに乗っていくと約15分ぐらいのところですね、この奈良市の演習場でアメリカ軍の航空機から自衛隊の落下傘部隊の人たちが落下傘で飛び降りる降下訓練を行う、そういうことが陸上自衛隊によって発表されました。これに対して私たちはやめてほしい抗議の思いでここで皆様にアピールをしています。なぜ私たちが日米合同軍事訓練をやめてほしいと思っているのか、いろいろ理由はありますが、まず1つ目、日米の米、アメリカはアメリカ軍、軍隊です。つまり戦争をするためにあるものです。自衛隊は果たしてどうでしょうか。皆さんは多分自衛隊に対して日頃から厳しい訓練をして災害の時の救助などに頑張ってくれているありがたい存在だ、そのように思っていると思います。もし自衛隊が海外に戦争をしに行くものだとしたら、それはちょっと困るなぁと思うのではないでしょうか。じゃあその日本の国が攻められた時に守るためにあり、また災害救助のためにある自衛隊と戦争をするために作られているアメリカ軍が一緒に訓練をするということは、自衛隊そのものの性格性質が変わってしまう、自衛隊も軍隊に近づいていってしまう、そういうふうに私たちは考えるんです。憲法9条があります。憲法9条だけでなく憲法全文などにも書かれています。日本はもう二度と戦争をしない、世界の中で日本が率先して平和な世界を作る、そういう責任を持って仕事をすると、大変尊いことを憲法で謳っている私たちのこの国がどん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 戦争に近づいていく、ましてや自分たちの住んでいるこの地域でその戦争の訓練が始まろうとしている、言い間違えました、もう始まっているんです。昨年の9月の末に一度ありました。そしてまた今週の火曜日から2度目の奈良市の演習場での日米合同軍事訓練、今後がこれ数ヶ月に一度ずつぐらい行われるのではないかというふうに詳しい人たちは予想をしています。日本の自衛隊とアメリカ軍が共同で軍事訓練をこの町の上空で行うというような、戦争に一歩も二歩も三歩も近づくような状況をここに住んでいる私たちは見過ごすわけにはいかない、そういう思いで今日こちらで皆さんにお訴えをさせていただいています。私たちの思いを書いた、チラシをお配りしています。でここのこの時間4時半から始めましたけれども、先立って3時から午後3時から、自衛隊奈良市の駐屯地で防衛大臣宛ての
抗議文書を渡してまいりました。そちらの方ご興味を持たれる方には差し上げることもできます。また、私たちの SNS 発信アップ関連法に反対するママの会アット千葉や、どこの空にもスプレーはいらないアット奈良市ので、アット船橋でこれをまたこの後、発信いたしますので、ご興味のある方はそちらの文書の方を見ていただくのもいいかと思います。それではこれから私たちのメンバーがそれぞれの思いを順々に訴えていきますので、ご興味のある方はぜひ足を止めて聞いていただいたり、または一緒にチラシを配る仲間に入っていただければなというふうに思います。では主催者挨拶ということで鈴木さんにお願いします。津田沼駅ご利用の皆さん、こんにちは。私たちはですね、安保関連法に反対するママの会アット千葉と、私たちどこの空にもオスプレイやらないアットマーク船橋という団体が共同で今日の宣伝をさせていただいています。先ほどの方からも あったと思うんですけど、3時にですね、奈良市の駐屯地に、申し出をしまして、こういう共同訓練をやめてほしいと、雨の中13人ぐらいで声を上げてきましたけど、現場に行けなくても本当にやめてほしいという方たちがたくさんいます。そして何よりもこのこと全く知らされてない、これが本当に問題だと思います。私たちの暮らす町の上でですね、降下訓練をする、それも日米ですね、日本の自衛隊と米軍が一緒になってこんな訓練がこのところ頻繁に行われている、こんなこと皆さんご存知ないと思います。私も船橋市民ですけど全然知りませんでした。そして場外膠着といって外に出てしまったり、いろんなことが起きているそうです。近所で暮らしている人はたまったもんじゃないと思います。そして何より私今コロナの中でですね、こういう訓練を優先してやっている、こういう国の姿勢、日米両政府に対して私はおかしいなと思います。コロナで今たくさんの税金の使い方が本当に考えられる時だと思います。こういう訓練にお金を使うのではなくて、 PCR 検査やワクチン、そういうものに私たち市民が払っている税金を使ってもらいたいと思います。私たちオスプレイはいらないと月に1回ママの会の人たちと宣伝をしております。このオスプレイのことも本当にニュースになってない、それが現状です。でもある日突然来るかもしれない、そういうことが今行われている政府ですので、声を上げて上げ続けて、本当に木更津から一歩もオスプレイは訓練することなくアメリカに帰っていただきたいと思います。そしてこの知らないことをですね、皆さん今チラシを配ってますので、いろんな方に広めて、こんな危険なことが日常生活を行われてるんだよ、戦争じゃないよね、違うことで平和をみんなでやっていこうねという街にしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ご通行中の皆さん、こんにちは。私たちは、この火曜日18日から20日まで3日間、奈良市の演習場でアメリカ軍と自衛隊が共同で軍事訓練を行うということに抗議の意味を込めて、今こちらの場所をお借りしてアクションを行っております。順番にリレースピーチをしております。津田沼駅をご利用の皆さん、こんにちは。私たちは、安保関連法に反対するママの会アット千葉、そしてどこの空にもオスプレイはいらないアット船橋のメンバーと一緒に、今日は皆さんご存知でしょうか、今週の5月18日から20日まで船橋市、奈良市の市、八千代市のど真ん中、住宅密集地のど真ん中で日米の共同訓練パラシュート降下訓練が行われようとしています。奈良市の演習場に近くお住まいの方は、日常的に自衛隊のヘリコプターからパラシュート降下訓練が行われている、こうした状況はよくご存知だと思います。私たちが問題にしているのは、自衛隊が自衛隊のために訓練をする、そうではなくて、なんと東京の横田基地から米軍機が飛んできて、その米軍機を使って降下訓練を行うということです。
自衛隊はそもそも自分の国を守る専守防衛だと言われてきました。しかし米軍は軍隊です。アフガニスタンやイラク戦争を仕掛け、その戦地で、人を殺すことも含めて戦争を行う軍隊です。その人たちと日本の自衛隊が共同で訓練を行う、これはもうすでに憲法の域を超えている、私はそう考えています。ぜひ皆さん、この日米共同訓練がだだっ広いところでやられるわけではなくて、私たちが日常暮らし、住み、学んでいる、そうした町で行われる。しかも習志野演習場は船橋習志野八千代、人口で言えば100万人が住んでいる演習場です。しかも周辺には小学校も学校も高校も幼稚園も保育園も病院も介護施設も、さまざまな福祉施設、学校の施設がある。そうした中で他国に攻め込む軍隊である米軍との共同訓練が行われる、こんなこと皆さんご存知でしょうか。自治体にもそして住民にもきちんとした説明もないまま、こうした米軍との共同訓練が強行される、これは日常的に米軍との共同訓練がこの住宅地のど真ん中で行われるのではないか、こうした私たちは危機感を持っています。今共同訓練が行われるこの中身についてお知らせするチラシもお配りしています。またシール投票で皆さんのご意見をお聞きする、こうした取り組みも行っています。ぜひ皆さんのご意見お寄せいただいて、やはり住宅密集地で、皆さんアメリカではもちろんこんな住宅密集地で軍隊の訓練は行われていませんから、こうしたことを許さないという声、ご一緒に上げていこうではございませんか。来週、今週の、火水木18、19、20で習志野演習場での米軍の輸送機、米軍機を使った降下訓練が予定されていることに、私たちは抗議と中止を求める要請を行っています。習志野演習場は降下訓練が行われている練習場全国の中で一番小さい演習場です。そのためなんと昨年も米軍機からの降下訓練が行われましたが、その時にあの野球で有名な市立習志野高校の野球選手たちが練習をしている第2グラウンドに、なんとパラシュート降下の訓練中に場外膠着、つまりグラウンドにパラシュートで降りてしまったという事故まで起こりました。そして今年の3月にも八千代の歩道にパラシュートが降下する、たまたま YouTube でそのパラシュートが場外膠着するものがアップされていますが、それを私も見ると本当に車が行き来する、そしてパラシュートが電線に突っかかる、本当にあわや大事故、大惨事になるような状態での事故が繰り返されているのが習志野演習場でのパラシュート降下訓練です。こうした訓練をそもそもやること自体おかしいですが、私は何よりもそれを米軍とともに行う、軍隊である米軍と自衛隊が共同訓練を行う、これは私たち国民を守るためでも国土を守るための訓練でもない、災害救助のための訓練でもない、米軍とともに自衛隊が戦地に行くための訓練、こうしたことを住宅密集地で行うのはやめていただきたいと思います。何よりも自衛隊員の皆さんを戦争に駆り立て危険にさらすようなことは、私はそもそもやめるべきだと思います。今日お配りしていますチラシ、ぜひご覧いただいて、ご一緒に
私たちの住む町を戦争の拠点にしないでください。米軍との軍事演習はこの住宅密集地ではやめてください。こうした声をご一緒に上げていただければと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。ご通行中の皆さん、こんにちは。私たちは今度の火曜日18日から20日までの3日間習志野の自衛隊演習場で自衛隊とアメリカ軍が共同で軍事訓練を行うというとんでもないことだと思って抗議の意味でこちらの場所でアピール行動をさせていただいております。自衛隊の皆さんの尊い命がアメリカ軍の戦争に巻き込まれるようなことになってはならない、そういう思いで声を上げております。リーフレットじゃなかったチラシをお配りしておりますので、ぜひ手に取ってお読みください。私たちの仲間が今順番にスピーチをしておりますので、足を止めてそちらを聞いていっていただければなというふうにも思います。だるま駅ご利用の皆さん、ご通行中の皆さん、私たちは、安保関連法に反対するママの会アット千葉と、どこの空にもオスプレイはいらないアット船橋、今日共同で皆さん方にチラシをお配りをし訴えをさせていただいております。その内容は明後日から始まる日米の共同訓練が習志野演習場で実施されることです。先ほど習志野駐屯地に対して中止を求めて抗議の申し入れを行ってきました。そもそもアメリカ軍というのは世界最強の正規軍です。日本は憲法9条がある国であり、国同士の争い事は戦争ではなく話し合いによって解決をする、これが日本の国の形です。アメリカ軍という正規軍と日本の自衛隊が共同訓練を行うこと自体大問題ではないでしょうか。私たちはそのことを憲法に基づくそういう政治をやってほしいと、そういう願いから抗議の声を上げ中止を求めています。今日お配りをしておりますチラシもご覧になってみていただきたいと思います。これまでもこうした動きは繰り返し行われてきました。最初に実施をされたのは毎年お正月に習志野演習場で行われていた降下訓練始めの行事です。ここにアメリカ軍が参加をしたのは 5,6 年前でした。その時から毎年毎年アメリカ軍が参加をするようになってきており、その人数も規模も毎年膨れ上がってきました。最初は沖縄のアメリカ軍の部隊から30人が参加をしただけでした。その次の年は沖縄の部隊に加えてアラスカのパラシュート降下部隊、アメリカ軍の部隊がこの降下訓練始めに合流をいたしました。そして次の年は沖縄とアラスカに加えてアメリカの本土から米軍が参加をする、そういう規模になってきました。昨年は新型コロナもあって規模が縮小されましたが、毎年毎年こうして米軍との降下訓練が降下訓練始めを利用して行われてきました。私たちはこのことについても防衛省に対して抗議をしてきました。その時に防衛省は何と言ったでしょうか。あれは訓練ではない、イベントで降下訓練始めという行事に儀礼的に参加をしているだけだと、こう言ってごまかしました。ところがその、下の根も乾かないうちに昨年の9月、突如としてアメリカ軍と日本の、習志野駐屯地にいる第一空挺団降下訓、パラシュート降下部隊との共同訓練が実施をされてしまいました。これはまさにイベントではなく正式な初めての
日米共同訓練になりました。東京の横田基地から C-130 というアメリカ軍の軍用輸送機が飛来をし、その中に習志野駐屯地の第一空挺団パラシュート降下部隊を乗せて習志野演習場で降下訓練が行われました。その時にも私たちは初めてのそうした日米の正式な訓練に対して抗議をし、憲法に違反する行為は二度と行えないようにと強く申し入れを行ってきました。ところがこうした市民の声を背にして、それを全く無視をして、あさってから3日間にわたってまた習志野演習場で日米共同訓練が行われることになってしまいました。日本の国は76年前、絶対にもう二度と戦争はやらない、人の命は奪わない、絶対に戦死者は出さない、そのことを誓ったはずです。憲法9条にはもう二度と戦争はやらない、その保証として軍隊を持たない、国に戦争する権限を与えない、そこまで徹底して書き込む憲法を作りました。世界の中でもこれほど平和の立場を徹底して明らかにした、そういう憲法はありません。国同士で揉め事が起こることはこれからも避けられないかもしれません。問題なのはその揉め事を解決をするときに軍事力、武力で解決をする、相手を力ずくでやっつける、人の命を奪う、そういうやり方で解決をするのではなく、平和外交で話し合いによって解決をしていこうと、そういう立場に日本の憲法が断ち切ったことです。私たちはその立場で今回日米共同訓練に対して抗議と中止を求めました。これからも日本の国が子どもたちや孫たちの世代になった時に絶対に人の命が左右されない、そういう国にしていくためにもこうした一つ一つのことに声を上げるのが重要だと考えています。どうかご一緒に力を合わせていこうではございませんか。習志野演習場での日米共同訓練でもう一つどうしても許せないのは、この訓練の目的として防衛省が降下訓練の回数を増やすことによって隊員の練度を上げると、そう書いていることです。練度というのは技術的な向上のことです。訓練の回数を増やしてパラシュート降下訓練の技術力を向上する、そのために今回の日米共同訓練を行うんだと防衛省が発表した文書にはっきりと書かれています。習志野演習場周辺に住んでいる皆さん方はその言葉をどう受け止めるでしょうか。今でも習志野演習場での訓練で本当に生活が脅かされ、電話の音も聞こえない、小学校では朝の式典の時に校長先生の言葉が聞こえなくなって式典が中断をしたと、そういうことも起きました。人口密集地の中で毎日のように訓練が行われ、それによる環境悪化や被害をたくさん受けています。ところが今回の日米共同訓練というのはその降下訓練回数を増やすために行われるとはっきりと防衛省が言っている、これはとんでもないことではないでしょうか。私たちの国の憲法、憲法9条に正面から反するだけではなく、私たちが住んでいる住環境がさらに悪化することになる、こういう訓練を絶対に認めさせるわけにはいきません。そもそも調べてみましたら、全国でパラシュート降下訓練を行っている演習場は12カ所あります。
その12箇所の演習場の中で、習志野演習場は最も狭い演習場となっています。習志野演習場は近くに寄ってみるとものすごく広く見えます。しかし降下訓練をやっている演習場とすれば全国で一番狭い、たった2平方キロしかありません。北海道の八臼別演習場などは習志野演習場の80倍も広い演習場となっています。しかも演習場の周辺に習志野の場合にはびっしりと住宅が建っていて、たくさんの人たちが毎日毎日生活をしています。そういう演習場もパラシュート降下訓練を行っている他の演習場ではただの一つもありません。どの演習場も周辺は原野になっていたりゴルフ場になっていたり、人がほとんど住んでいません。唯一習志野演習場だけが人口密集地に作られています。しかもその全国一狭い演習場であり、全国でただ一つ住宅密集地に作られている演習場であるにもかかわらず、全国で一番多い降下訓練、パラシュート訓練が行われています。6年前の数字で年間のパラシュート降下訓練回数はなんと7000回でした。住宅密集地で7000回もパラシュート降下訓練が行われています。こんなに降下訓練がやられている演習場は習志野の他にどこにもありません。2番目に多かったのは東富士演習場で、ここは年間4000回、それ以外の10カ所の演習場は2桁1000にも達していませんでした。年間1000回を超えたのは東富士と習志野演習場だけ。習志野演習場が全国で最も多くのパラシュート降下訓練を実施していました。全国一狭くただ一つの住宅密集地の演習場であるにもかかわらず、全国で最も多い降下訓練が行われている。これ自体とんでもない話です。降下訓練そのものをやめてもらいたい、本当にそう思います。ところが今回あさってから行われる日米共同訓練はその降下訓練を増やすためにやるんだと、こうはっきりと書かれています。本当に周辺の住民のことを何と思ってるんでしょうか。私たち安保関連法に反対をするママの会アット千葉、そしてどこの空にもオスプレイはいらないアット船橋は共同で今日先ほど習志野駐屯地に抗議と中止を申し入れる要請を行ってきました。それを受けてこの場所で皆さん方にチラシをお配りをし、一緒に声を上げようと呼びかけています。私たちが声を上げれば政治を変えることができます。政治が変われば暮らしを変えることができます。平和を取り戻すこともできます。どうかご一緒に力を合わせていこうではございませんか。オスプレイの訓練中止、日米合同訓練も中止をし、習志野演習場の訓練そのものも見直し、中止に追い込んでいきたいと思います。重ねてお訴え申し上げまして、私からのお話とさせていただきます。どうもありがとうございました。ご通行中の皆さん、こんにちは。私たちは安保関連法に反対するママの会アット千葉、そしてどこの空にもオスプレイはいらないアット船橋、そしてこの私たちの今日のアクションの趣旨に賛同する市民が集まって、日米共同軍事訓練が習志野の自衛隊演習場で行われる今度の火曜日18日から20日までやめてほしい、反対だ、そういう抗議の思いで声を上げています。戦争は気づいた時にはもういつの間にか始まっていた。
そして一旦始まってしまえばやめてと言えない空気を作られてしまう、そういうことを歴史上私たちの先輩先達たちは感じてきています。じゃあ少しでも戦争が起こりそうな、そういう危ういきな臭い煙を感じたら、すぐにでも戦争はやめて、戦争の準備はやめて、声を上げることが私たち日本の国の憲法を守るために必要なことだと思っております。どうか私たちの思いを書いた、そして分かりやすく説明したチラシもお配りしておりますのでお読みください。じゃあリレートークの方に戻っていきます。皆さんこんにちは。私は戦争しないと誓った憲法9条を地方政治にしっかり生かそうと超党派で作っている9条の議員ネットの一人でございます、市川の市議会議員です。今日は私は友人から今日習志野の演習場で行われる日米共同訓練に反対する抗議するアピール行動に行くんだと言ったら、ぜひこのことを紹介してほしいと携わってきましたので、そのことをお話ししたいと思います。ものすごい切迫した声で私に電話がありました。私の友人の弟さんは皆さんご存知でしょうか。南太平洋のガダルカナル島で有名なソロモン諸島で現地で海洋調査のために仕事をし、そして現地の方と結婚し家族も設けている方です。なんと先週の日曜日、 NGO 方が不発弾処理のための地図を作成するために派遣されている人が、その不発弾で2人の命が奪われた、こういうことがあるんだよ、戦争が終わって76年経っているのに、その戦争でまだ殺される人がいるんだと、どう思うかと、日本でも頑張ってほしいという電話が入ったということです。私もソロモンのニュースを見ましたら、先週の9日ネットで見たら2020年の9月21日 NGO の職員が2人が不発弾に命奪われ、大怪我をした人も出ているというニュースが出ていました。ねえ、去年のことでしょって言ったら、去年もあってまた今年もあった、そういう状況です。今コロナ禍で弟さんの家族は来日することができていませんが、子供さんを連れてきた時にそのお子さんはいつも不発弾に気をつけなきゃいけないので、公園に遊びに行こうとか河原に行こうと言っても怯えるそうです。皆さん、ガダルカナル島激戦地、1万人を超える日本兵、そして米軍の犠牲者も出た大変な土地です。そこに不発弾がまだ処理されなくて、イギリスやオーストラリアからの NGO の若い人たちが何としても命を守るためにこの島をしっかりと平和な安全な島にしたいと派遣されて、その不発弾で命を落とす、皆さん戦争につながる企て絶対に許すわけにはいきません。戦争は過去のことではありません。皆さん、日米軍事同盟、この日米の共同訓練、戦争をしないんであればこんな軍隊との訓練はいりません。日本でも頑張ってと、はるか南太平洋のソロモンからの声を、私は必ず津田沼駅のアピール行動で皆さんに紹介するからねと約束をしてきました。約束果たしました。皆さんもソロモンに関心持ってください。ガダルカナルに関心持ってください。そして沖縄の遺骨が眠るその土砂を
戦争のための基地に使っていいのかというその思い、皆さんと共通の思いにして、そして足元での戦争への企て、何としても抗議して私たちは許すことができないという声上げていこうではありませんか。お話を聞いていただきました。ありがとうございました。とてもとても今私聞いててショックな話でした。戦後だと思ってたら全然戦後ではない、今まだ戦争の真っ最中のような状態ですよね。で、多くの皆さんは今もしかしたら戦前なんじゃないかということにも感づかれているのではないかなとも思います。ご通行中の皆さん、こんにちは。私たちは今こちらの場所をお借りしまして、今度の火曜日18日から始まる自衛隊とアメリカ軍との共同での軍事演習が自衛隊習志野演習場で行われることに対して抗議のアクションを行っております。安保関連法に反対するママの会アット千葉と、どこの空にもオスプレイはいらないアット船橋、そして同じ思いの、市民がこのようにマイクを取って順番にリレースピーチをしております。よくわからないなとお思いの方はお配りしているものを手に取ってお読みいただければというふうに思います。少しだけ詳しいことを言うと、火曜日から始まるこの日本の自衛隊とアメリカ軍の共同軍事演習ですが、 C-130J という航空機から自衛隊員が降下訓練、パラシュートで飛び降りるという訓練です。 C-130J、 アメリカ軍が持っている航空機から自衛隊員が飛び降ります。この同じ航空機を自衛隊も持っているんです。ですから本来であれば自衛隊が自分たちの航空機を使って行える訓練なのに、わざわざアメリカ軍の航空機を使ってそこから自衛隊員が飛び降りる訓練をする、なぜでしょうか。それはおそらくアメリカ軍がどこか海外で戦争をするときに、アメリカ軍の兵士を危険な第一線でパラシュート降下をさせるのは嫌だから、代わりに日本人の自衛隊員に危険な任務に就かせよう、そういう訓練なのではないかというふうに考えます。自衛隊員の命を無駄に危険なアメリカの戦争に巻き込ませるようなことがあってはならない、そういう思いを込めて私たちは今こちらでアクションをしております。では次の方にリレートークマイクを回します。ご通行中の皆さん、こんにちは。私は、日本共産党の市議会議員、千葉市の花火学選出の市議会議員をしております中村君江と申します。この場所での宣伝は安保関連法に反対するママの会、そして、このオスプレイいらない船橋の会の皆さんと合同でということで、九条の会千葉地方議員ネットの世話人としてこの間参加をしておりますので、呼びかけがありまして本日参加をさせていただきました。九条の会の千葉地方議員ネットは超党派で、憲法9条だけは守らなければならない、その立場で平和の問題について取り組んで十数年になります。全国各地の中でもこの9条を守ろうということで超党派で議員としてこの活動をしているのは全国の中でも千葉県だけではないかと考えます。さて、本日この場所で皆さんにお訴えをさせていただいて、チラシも配りながらシール投票もさせていただいておりますのは、5月の18日から20日まで習志野の演習場で行われる日米の共同訓練、これに抗議するための宣伝としてこの場所からお訴えをさせていただいております。私自身は実際娘がこの習志野の基地の演習場のすぐ近くに住んでおります。朝早くからこの訓練などで騒音撒き散らしている状況で大変なところに引っ越してしまったと、そういった苦情も伺っておりますし、そしてこの間孫も生まれたわけですけれども、迷彩の服を着た自衛隊員の方がまたジープに乗って、そして車で出入りをしている状況というのが、私ども千葉市に住んでいる者からすると大変
異様な物々しいような状況になっているというふうに考えます。今なぜ日本とそして自衛隊とが合同での訓練をしていかなければならないのでしょうか。日本の自衛隊がアメリカの言いなりになって戦争する国づくりを進めようとしている、その背景にあるのではないかと考えます。この間のこの連休明けに国民投票法、これが解約をされてしまいました。この問題についてもなぜ国民投票法を変えようとしているのか、その背景にはこの自民党の改憲のための4項目というものがございます。緊急事態条項、これを変えること、そしてそれ以外にも憲法に9条に自衛隊を明記して戦争に向かっていくということ、教育の無償化と参議院の合区の解消、この4つが掲げられているわけですけれども、特にこのコロナに乗じた形で緊急事態条項を進めようとしていることも大変問題だと言わざるを得ません。そして憲法の中にわざわざ自衛隊を位置づけて戦争するために国づくりを進めようとすることがいかに問題かということもはっきりしてきているのではないでしょうか。この間コロナのワクチンの接種のために自衛隊のこの医療職の人たちが大きな会場でワクチンの接種をするために対策を講じられる、国民の命を守るために自衛隊の方々が頑張っているわけですけれども、アメリカがただ中国に対して威圧的な態度を取るために日本の自衛隊員を手足のようにして使って、そして戦争する国づくりに巻き込まれるようなことがあってはならない、断じてならないと考えます。そしてその一歩として、この習志野の基地で18日から20日まで、共同での訓練が行われるということはとんでもないことだと言わざるを得ません。共同訓練をする必要は今ないのではないでしょうか。こんなことに税金を投入していくのであるならば、今一刻も早くワクチンの研究開発にお金を注いでいったり、そして PCR の検査を充実させるように軍事費返上のあり方についても見直していくことが求められているのではないかと考えます。今日はこの場所からこの自衛隊が米軍と共同訓練をすることに対して賛成ですか反対ですかとシール投票で皆さんに呼びかけなどもさせていただいております。ぜひチラシもお受け取りいただいて、そしてこの意思を表示していただければと思います。この間皆さんにシールの投票をお願いをして、そして最初は賛成だと言っていた方も結果的にはこの習志野の狭い基地で賛成をすべきではないということでは、結果としては賛成には誰一人ここに投票する人もいませんでした。多くの皆さんと対話をしていきながらこの憲法を守っていく、そして自衛隊の人たちが国民の命を守る立場で頑張るのではなくて、戦争する国づくりに駆り出されるようなことについては断じて認められない、その立場でその一点で協力協働もしていこうではございませんか。皆さんにこのお配りをする前に、この防衛大臣に対して安保関連法に反対するママの会の皆さんや、そしてどこの空にもオスプレイはいらないと船橋の皆さんがこの降下訓練に対して抗議をする申し入れなどもしていたところでございます。その中では昨年の1月の10日に米軍のこの輸送機を使用して降下訓練時に自衛隊員が習志野高校のグラウンドに場外膠着するという事故が起こっていたわけです。降下訓練で今年の3月11日にもあともう少しで大事故になるような危険な状況になっていました。習志野の基地は住宅に密集していて、パラシュート訓練などを行ってもその周りの近隣の住宅地に墜落するような事故も起こっております。こうした行動の訓練をすべきではないという声をご一緒に上げていこうではございませんか。住民の皆さんの安全を守ると同時に、このこうした共同の訓練をすべきでないという議論をご一緒に盛り立てていくためにも力を尽くして奮闘してまいります。ぜひともチラシをお受け取りいただき、またこの活動などにもご理解ご協力いただきますようどうぞよろしくお願い申し上げます。
ご通行中の皆さん、こんにちは。私たちは今度の火曜日から始まる日本の自衛隊とアメリカ軍の共同軍事訓練に反対する、そういう行動を今こちらで行っております。安保関連法に反対するママの会アット千葉、そしてどこの空にもオスプレイはいらないアット船橋、そして私たちの思いに賛同している市民の皆さんです。今テレビをつけてニュースなどを見ると、パレスチナのガザ地区にイスラエルがミサイル弾を撃ち込んでいるという、非常に、まあ、見ていられないぐらい辛い映像をご覧になる方が多いのではないでしょうか。戦争はもうこの日本の中で、日本の中では今ありません。しかし世界では今もう戦争が行われているわけです。私が皆さんにぜひ知っていただきたいことが一つあります。日本、千葉、この千葉には幕張メッセという千葉県が税金で作った施設があります。この千葉県が税金で作った県有施設幕張メッセで、毎年のように武器の見本市が開かれています。そこには世界中の軍需メーカーが最新鋭の武器を売りに来ます。おととしの11月にも DSEI ジャパンという武器の見本市が開かれました。そこに売りつけに来ていたのがイスラエルのラファエルという軍需メーカーでした。その軍需メーカーのミサイル担当の営業マンは TBS ニュースの取材に答えて、我がラファエル社のミサイルはすでに実戦で何千発も発射して、その効き目のほどは証明済みである、実戦で証明済みであるから我が社のミサイルをどうぞ皆さん買ってください、そういうことをニュースの取材の中でインタビューで答えていました。その実戦で証明済みというのが、今またガザ地区で罪のない一般市民や、そして子どもたちがそのミサイルによって命を奪われているわけです。私たちの税金で作ったこの県有施設幕張メッセで、人が死んで殺して、人を殺して金儲けをする、武器の売り買いをする、そういう商談の場に使われていることもぜひ皆さんには知っていただきたいです。私たち安保関連法に反対するママの会アット千葉は、武器の見本市なんかのためにこんな人出なしの市の商人たちの金儲けの場に幕張メッセを貸し出すなんてことは絶対にするなと千葉県に対して何度も申し入れをしております。あさって火曜日にもまた申し入れをします。そういった平和を作るためという活動は日本の国だけではなく世界のためにも私たちは声を上げ続けていかなければならないという思いで今日もここに立っています。ではもう最後になりますけれども、私たちのこの市民の一人としての声を皆さんに聞いていただきたいと思います。山彦さん、お願いします。もう宮間のみんなの思いを持って背負って時間いっぱいしゃべってたんだ。津田沼ご通行中の皆さん、こんにちは。私は、この奈良市の駐屯地の本当に何百メートルという至近距離に過ごしているものです。この18日から、3日間ですか、米軍とアメリカの軍隊とこの奈良市の駐屯地にいる自衛隊の皆さんが合同で訓練をするということを知って非常に恐ろしさを感じまして、今日、地域の宮間というんですが、宮間の皆さんがもう 7,8 人一緒にその講義に参加いたしました。今ここには見られてないんですけれども、皆さん考えてみてください。私たちは自衛隊の人々がいろいろ災害救助に来てくれるとき本当に感謝してます。心から感謝してます。でも米軍の軍隊と一緒になって戦争に参加していく、加担していく、それは何としても私たちは認めることができません。で、私たちのこの住んでいる奈良市の駐屯地でその
防衛省の文書によりますと、なぜその米軍と自衛隊が合同で訓練をするのかというと、その目的にこう書かれていました。米軍との戦術技能を高めるために訓練をする。なぜ米軍と一緒に戦術を高めなければいけないんでしょうか。この国は専守防衛っていう立場をずっと多くの不幸の上に立って憲法の下でずっと守ってきた日本だったと思うんですね、国だったと思うんです。しかし最近の日本はこのコロナ禍に乗じて皆さんがあまり外に出られない、人と人との距離をうんぬんって言われているので、なかなか物が言えないことを口実に、沖縄の方ではどんどん島々に基地が用意され、大きな、軍事基地が作られてきています。本当に私たちの身の回りに一つ一つの置き火といいますか、戦争に向かっている置き火がどん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 火の手が近づいている気がするんですね。その一つとして自衛隊とアメリカの軍隊である米軍が合同で訓練する、これは本当に大きな事件だと思います。この置き火を私たちは見過ごしてはいけないんだと思うんです。一つ一つこれぐらい許そう、これぐらいって思ってることがやがて大きな火の手になる。私たちはそのことを思って、コロナ禍ですけれども声を上げにここに来ました。本当に皆さん黙っていたらどんどんこの国は火の手が上がっていくと思うんです。今沖縄の島々で何が計画され、どんなことが起こっているのか、あるいは近くでもそうです、横田基地という基地の周りでは本当に大変なことが起こっています。でもこの木更津、そして奈良市の駐屯地、同じようなことがやがて起こるであろうっていうことが想定されます。日本で一番小さい奈良市の駐屯地、そこで米軍の軍隊の飛行機と一緒に奈良市の自衛隊の人が訓練する。本当にその訓練の必要性を持ったら何の意味もないと思うんです。どうか皆さん、本当に私なんか一般市民ですけれども、戦争というのはある日突然ボンってくるんではなくて、じわりじわりとやってきます。今そこでもお話しました、だって中国怖いじゃないか、中国が大変なことになってるのにアメリカと一緒に戦わなくてどうするんだ。でも中国を私たちは認めているわけではありません。中国のやっていることは許せない、覇権主義だと思うし、人道的にも許されないことだと思いますけれども、でも私たちはそれを武器や軍隊で軍事で戦っていったらどんなことが起こるのか、それは私たちは身をもって体験してきていると思うんですね。ですからどうか皆さん、この奈良市の駐屯地で米軍と共に訓練が起こること、ぜひ声を一緒に上げていただきたいと思います。で今シール投票もしています。これは名前を書いたり何かすることではありません。あなたは自衛隊がアメリカの軍隊である米軍と共同訓練をする、しかもすぐそばで、そのことあなた賛成ですか、いや反対ですか、せめてその意思表示、ぜひ声を聞かせてください。よろしくお願いいたします。津田沼駅前ご通行中の皆さん、私たち安保関連法に反対する側の会アット千葉と、どこの空にもスプレーはいらないアット船橋、共同でこちらの場所でアクションをしておりました。約1時間そろそろ終わりにいたします。私たちが今日皆様にお訴えしたことは、奈良市の自衛隊で今度の火曜日18日から3日間日本の自衛隊とアメリカ軍が共同で軍事訓練を行う、戦争のための訓練を自衛隊が奈良市の演習場で行う、それはやめてくださいという、そういう訴えでした。今日私たちのアクションを取材に来てくださっていたマスメディア、
東京新聞さんとそれから新聞赤旗さんの2紙が来てくれていました。記事になるかどうかは分かりませんが、残念なことに多くのマスメディアは私たちの今日のこのアクション取材には来てくれませんでした。私たち一般の市民にはなかなか届かないところ、情報が届かないところで戦争のための訓練が行われているという、そういう事実を少しでも一人でも多くの皆さんに知っていただこうということで、このように市民がアクションを行いました。今日のこの結果は SNS、 特にツイッターで発信をしますので、ママの会千葉などで見ていただければというふうに思います。ではこれで終了いたします。ご協力くださいました皆様方、本当にどうもありがとうございました。写真撮りましょう、集合写真を。